ピースボート災害支援センターは2011年の東日本大震災をきっかけにして作られた災害支援を専門に行う NGO になります。でこれまで、日本国内海外でも支援を行っておりますけども、この13年で、支援に入っていった地域っていうのが70を超える市町村になっています。なので毎年 5,6 カ所の、水害の被災地であったり、今年起こったような能登半島の地震の、支援みたいなことをやっております。災害の前から今結構いろんな企業の皆さんが災害に備える予算って大事だよねっていうふうに理解が少しずつ広がってきているので、そういった原資を使って、支援の準備をしてですね、で職員も、ちゃんとトレーニングを積んで、で発災直後に現地に入れるようにっていう取り組みをずっと行ってきています。大きな企業の皆さんと一緒に協力することで、すごい信頼感を得られるっていうのは非常に僕らとしてはありがたいなと思ってます。リソースのこの矛先っていうのが今民間の企業や NGO、NPO っていうようなところに向いてきてます。なんで僕らがやんなきゃいけないのは、そういった向いてきた矛をちゃんと受け取ってしっかりと対応できるようにベースアップをしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。でそのためにはこれから時間をちゃんとかけて、企業の皆さんと僕らみたいにちゃんと現地に入っている支援団体とか意見交換をして、でかつ行政とも、マルチセクターでちゃんと対応できるような体制を日本の中で作んなきゃいけないと思っています。それがこれからやんなきゃいけないこと。